チャオ、あーちゃんです。今日は正月3日、1月3日です。あーちゃん家の晩ご飯は昨日のおせちの残りをダラダラと食べていきましょう。昨日のおせちね、もう2段になっちゃった。残ってるものこんだけ。それと、あーちゃんが作ったおせち、数の子と、いか人参と、ナマス。それと、買ってきた、なんだったっけ、棒だら。それとね、これがおせちについてきたローストビーフ。以上で食べましょう。はい。あーちゃんはお酒も飲みます。では食べましょう。では、いただきます。正月はね、もうキッチンに立たない。3日間キッチンにほぼほぼ、まぁ、ちょっと立ったけどね、立たずにね、まぁ、誰かね、食べられるもので食べます。では、いただきます。ローストビーフ。あとはローストビーフ。おいしい。ローストビーフ。おいしい。ローストビーフ。ちょっと好きやね。しかもみんなローストビーフ好きかもかな。で、お茶漬け。今日ずっと飲んでる朝から。まあ、こんだけやもん。昨日お風呂お酒臭いなかった？臭かったよ。お酒風呂にしてる。塩とお酒で入れてる。清めや清め。正月の。ね。おビーフなくなんで。ちょっとしか入ってんの。ローストビーフ大人気やん。ローストビーフじゃ食べない。いつも食べてや。あれ、嫌らしいな。いいね。どうかな。晩ご飯は。あ、ね、二回しか。美味しいね。あんまり人気のなかった。なんかわからんもん。食べといてな。エビとかちょっと食べられへんし。エビ団子とか。結構ダラ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 何やかに食べたから、もう美味しいよね。
くれへんかな。おせちの思い出あんまり好きじゃないですか。これ豆好きやからそれ。食べへんのあんまり。うーんって、明日も食べなんでこれ。今年寒いからね、まだ。けどさすがに4日目は死んだかも。そういうのあと2枚食べときは、一日全部なくならへんような顔してきたな。眠たい。結構ね。このままさっきまで寝とったしね。あきちゃんはライブしただけでね。おいしいわ。あ、お腹いっぱいになってきたな。どうしようかな、残るな。まあまあ残ってるよ。開けといてチビチビ食べるか今から。そう。
な顔してるわ。縦巻き食べよ。縦巻き好きやし。食べられるもんだけ食べていこうか。イカの柚子と。ビチビチ香りながらゆっくりゆっくり食べていくか、ね、うん、ゆずかおいしいわ。酒に合う。いかにんち急いで終わりな。まだ作れるけど、ね、生姜中って作ってもいいけどな。まだ作る、うん、イカキンの手取ってな。ここ痛いね。イカキンの手取ってくれるのは手が痛いね。怪我すんね。何よ聞こえへんやろ。あのイヤホンついてへんやん。今夜なくなんないからね。金箔入ってへん。料理用に買った白川の酒、福島のね、うん、白川の酒が一升瓶あんねんけど、ね、え？ラベルへ、どういう意味？これ、うん、うん、なんかね、ゆるく晩ご飯食べるのもありやと思うしね、うん、ローストビーフあと2枚残ってますでいいよ、うん、1枚ちっちゃいやつや。2枚ちっちゃかったよ。ローストビーフうまいことすぎだな。ローストビーフ作ろうか、今度いいように買ってきて。よく考えたら、ごめん、お父ちゃんローストビーフ好きやんで、で昔のローストビーフがもう食べてんねん。なんか肉がもう食べんのいらんなってきて、ローストビーフ好きで買うてくんねん。で一人でお母ちゃん食べへんから、一人食べるから、ほんまに5、6枚入ったやつだけでいいねんけどな、言うてだけど、バツやつは硬い言うとったから、でいい肉で作ってあげようかな。あんなうまいこと薄切れへんからな。硬いやろ、バツ買ったら、うん、コピー用紙ぐらいの薄さに切ったの。コピー用紙薄いかな、はがきぐらいの薄さ。異国産業を使ってね、稼ぐならね。なんか減ってるように、減ってるような気がする。頑張って食べな、うん、みんなに食べられると思うんだろうね。
ヤフオクで欲しいもの、うん、今日明日いつかか見とかなかね、うん、もうちょっと経ってね、おいしい、ちょっと眠い、だいぶ眠いわ今日。昨日まあちょっと遅かったんやけどね、ゲーム動画と撮って、今日ね、まあ一段落ついて動画作って、一段落ついてからゲーム動画撮ったから、今日もしようかな。あんま夜中となってもね、悩みどころ。ちょっと角の子も合うね、いやー眠くなってきたわ、ね、昨日そのままだ、マジ眠たい、でもお腹いっぱいになってきた。ほとんどないやん。わけでもうほとんどないし、もうちょっとね残っていいんだけど、ボルダルも美味しいな。はあ、お腹いっぱい。これ終わりかな。もう一杯ぐらいいけるかな。やっぱあるな、一回で開けちゃったわ一人で。まあね、日本酒飲みやすいからね、いついっちゃう。ワイン飲みながら正月楽しかったな。もうちょっとしたら子供が飲めるようになるやろし、一緒のね、甘いの、お酒、
酒よりジュースが美味しいって。あっちはそういう気だ、ある程度の年で牛乳を酒に目覚めて二十歳から、何歳から飲んだかは言わんとくけど、うん、おいしい、ふわふわしてきた。なんかね、こう食べながらもおいしいからね。結構あっちゃキューって飲んでしまうタイプだから、ちびちび飲まなかったんだけど。よし、もう細かく揚げていこうか。できる限り。頑張って開けてから食べてね。頑張って食べてね。うまいな。すごい。お酒に合うなやろな。いいかやな。うん。指がな、指3匹こっち向いとねえよ。もちろんさすがに食べられへんから。これちょっと指入れすぎや。エビアレルギー用にエビだしおせちとか作ってくれたよね。なくなりました。おめでとうございます、はい、3日目飲んじゃったわ。なんか今年はほんまにゆっくりしたな、正月。なかなかこんなね、ゆっくりまったりすること少ないから。って言うても、まあちょっと動画撮って、ちょっと編集したりしてしとったから、完全にオフじゃないけどね、まあ、それでも、俺まったりゆっくりした。あっちゃんにとっては今年は結構いいお正月でした。これにね、まったりで今回のみきちゃんもいてくれたね。はい、これで、ね、まあ、いつもそばにいてくれてるからね、いつも見守ってくれてるから大丈夫やねんけど。泣きそうになってる。お酒飲むとどうしてもね、涙腺が緩んでくるし、ふにゃふにゃしてくるしね。まあ、いいです、いいです、いいです。よう食べたな。食べたし、よう飲んだよ。
生でしょ。調味酢やな、不自然な酢や。こっちは完全な米酢や。うちの生酢酢が美味しい。生酢は誰にも負けん。あっちゃんの生酢めちゃくちゃ美味しい、ね、あっちゃんの口にはね。あと酸っぱい麺やね、あっちゃんの。なんか酸味が強い。あ、何食べようかな。何かを食べて、お酒を飲む。お酒だけ飲むかな。これ食べようか。これ食べようか。小餅やり。腐ってしまったらあかんから。大根のお酒、完飲しました。ああ、お酒もなくなったし、お正月3日も過ぎたし、さあ明日から通常運行じゃないね。明日は明日もで行こうかな。美和さん、なんか明日行こうかな。明日なんか買い物かな、食事やね。これ食べようかな。よいしょ。そのワニちゃんどこも飲め、酒飲んでどこもで。あっちゃん流お正月です。はい。でも天然飲むのなかったから塩味噌。あー、お酒美味しかった。これね、純米酒はね、不自然さがね、ちょうどアルコール入ったら不自然な味するから綺麗に、ね、うん、はい、純米酒は美味しいよ。お酒もいいお酒を飲みましょう。あんまりね、もうごくごく飲むんじゃなくね、ちび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 って飲んで、うん、いいお酒を。でね、ちょっとまあ値段的には高い、高い言うても知れてんねん。缶のね、安いのをごくごくごく飲むんやったら、こういうのちびちび飲んだってそんな変わらへんからさ。3日かけてこれやったら1日あたり400円ぐらい、1200円ぐらいちょうどかな。これそんな高いお酒じゃない、金箔入ってね。でも純米酒、お酒と、お酒ちゃうわ、お米と米麹しか入ってないお酒やから安心して飲めるでしょ。で、まあ、900? 一升瓶の半分くらいしか入ってへんけど、まあね、3日かけて飲むんやったらちょうどいいのかなと思います。はい。ビールだって1本300円ぐらいするのかな、200なんぐらいするでしょ。それをね、1日1本飲んでも900円とかするでしょ。だったら変わらへんもん。だからいいものを食べていいものを飲むっていうのが大事かな。おせちも、まあ、自分で作った方がいいねんけどね、無理。こんなちょっとちょっとなんか作られへんから、だから、まあ、これはこれでいいねんけどね、まあ、今年は去年に増していい食材、いい調味料を使って体にいい食べ物を食べて、で、まあ、外食も時々して、で、楽しく笑って過ごせる年にしたいな。やっぱ人間笑うことが大事。目くじら立てたり、ことがたがたがた言ったり、批判したり、他人のことを干渉したり、そんなことしてもろくなことない。だから笑って過ごせる一年を過ごすっていうのが大事だとあっちゃんは思うね。だからこうやって一年の最初、この3日間はダラダラと過ごすってすごいいいことやと思うねんね。なんで？笑うから、怒らへんから、うん、だから子供がダラダラしてようが、あっちゃんが何してようが誰も怒らへんし、笑って
アホなこと言って、こうやって3日間過ごしてきて楽しかったしね。これで1年のスタートが切れたかなと思うんだけどね。そんなこんなでね、ちょっと酔っちゃってフラフラしてるけど、ふわ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 して、この時間も楽しめるのがお酒やねんけどね。この後また違うお酒飲んでもいいしね。ちょっと足らん。夜な夜なね、また飲みながらゲームしたり、動画撮る、ゲーム動画を撮るか、ゲーム配信するか、ライブするか、わからないけど、もう顔出し動画今日はやめです。これで終わりです。はい。ということで、今日のあっちゃんの、晩ご飯は、おせち2日目でした。残りのおせち、まだもうちょっと残っとんねん。これまた続きながらね、お酒飲んでちびちびっとやっていきたいと思います。ではまたね。バイバイ。